くぞ。勝負だ、ビルス様。オーラが勝ったら地球を破壊しねえでくれよな。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。あれってただのサイヤ人だよね。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。よし、めんどくさ。やっと、お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。
あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。そら、そら、こっちだよ。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ、オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。また上に行けぞ。手間かけさせやがって。これで終わりにしてやる。こいつはおまけだ。あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。そら、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ、オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。あんまりじゃねえか、ビルス様。まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。
ビルス様くれ強くなっちまうと全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それっておしゃべりはそこまでだ。君にはわからんさ。おい、ベジータ。悪いが、オーラが行かしてもらう。チッ、勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。私がどんな思いで、努力というものをさせられたのか、この私にとってそれがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか。くっちゃべってねえで早くやろうぜ。背景孫悟空様、感謝を込めて。こっ、少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。さあ次はおめえの番だ。持っていつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。うわあ！お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。うわー、ゴールデンフリーザ。孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところを腹立ってる。今回ばかりそうなっちまうかもしんねえ。恨みっこなしだ。うわっ！
さあ、選手交代だ。まだ。Thank you.